岡本木道穴 1Y 君は語る明治10年西南戦争の頃には私の家は芝の高輪にあった私の家といったところで私はまだ生まれたばかりの赤ん坊であったから なにもしろうはずはずいこれは後日になって姉の話を聞いたのであるから多少の筋道は間違っているかもしれないが大体の話はまずこうである今日では高輪の辺りも開けきってほとんど昔の面影を失ってしまったが江戸の絵図を見ればすぐにわかるとおり 江戸時代から明治の初年にかけて高輪や伊佐良子の山の手は一種の寺町と言ってもいいくらいに数多くの寺寺が続いてその間に武家屋敷がある。と言ったらその寂しさは大抵想像されるであろう。ことに維新以後はその武家屋敷の取り壊されたのもありあるいは住む人もない空き屋敷となって 荒れるがままに捨てておかれるのもあるという始末でさらに一層の積量を増していたそういうわけであるから家賃も無論に安い場所によってはただ同様のところもある私の父もほとんどただ同様で泉岳寺に近い古屋敷を買い取ったその屋敷は 旧幕臣の寄木が住んでいたもので建物のほかに500坪ほどの空き地がある西の方は高い崖になっていてその上は樹木の生い茂ったお山である寄木といってもよほど内服の家であったと見えて油田はもちろん米つき場までもできていて大きい土蔵が二と前もある こうかかくとなかなか立派らしいが、江戸時代にもかなり住み荒らしてあった上に聞くところによれば主人は維新の際に脱走して越後へ行った「官軍が江戸へ入った時におとなしく基準したものはその家屋敷も全て無事であったが脱走して官軍に抵抗したものは当然その家屋敷を捨てていかなければならない」そこでここでの主人は、 他の脱走者の例に倣ってその屋敷を他年出入りの商人に譲り渡していったのであるこの場合譲り渡したというのは名義だけで大抵はただでくれていくそれに対してもらった方では選別として心ばかりの金を送るただそれだけのことでやり取りが済んだのであるが明治の初年には こんななを買うものものい。借りるものも少ないので新しい持ち主もほとんど持て余しの形で幾年間を打ち捨てておいたこういう事情で立ち腐れのままになっていた空き屋敷を私の父が安く買い取ってそれにいくらかの手入れをして住んでいたのであるから今から考えるとあまり居心のよい家ではなかったらしい。 第一に、屋敷がだだっ広い上に建物が甚ははだ古いと来ているからなんとなく陰気で薄っ暗い庭も広すぎてとても掃除や草取りが満足にもできそうもないというので庭の中ほどに低い四つ目垣を言ってその柿の内だけを庭らしくして柿の外は全て荒れ地にしておいたので夏から秋にかけては すすきや雑草が一面に生い茂っている万事がこの体であるからその香料たる光景は察するにあまりあると言うべきであるがその当時は東京市中にこんな化け物屋敷のような家がたくさん見いだされたので世間の人も居住者自身も格別に怪しみもしなかったらしい私のうちばかりでなく 周囲の家々もまず大同将尉といった形でしかも一方には山や森を控えているのであるから武用人とか仏像とかいうことはもちろんであると思わなければならない人間ばかりでなく種々の獣も襲ってくるらしい現に隣の家では買い取りをしばしば食い殺されたそれは キツネかむじなのしわざであろうということであった夕方のうす暗い時になんだかえたいのわからない怪獣が私の家の台所をうかがっていたといって年の若い女中が悲鳴を上げて奥へ逃げ込んできたこともあった夏になると蛇がむやみに這いだして時には軒先からぶらりと長く下がってくることがある 全く始末に終えない前置きが少し長くなったがこれらの話はそういう場所で起こったものであると思ってもらいたいその年の8月西郷隆盛がいよいよ日向国に追い込められたという噂が伝えられた頃である私の家の庭内で毎晩 ガサガサという音が聞こえるというので女中たちはまた怖がり始めた何でも夜が更けると人か獣か体内を忍び歩くというのであるその当時私の家庭は父と母と姉と私とそのほかに女中二人であったが姉と私は子供と赤ん坊であるから問題にならない 男というのは父一人で他は皆女ばかりであるから何かのことがあると一倍に騒ぎ立てるようにもなるそれがうるさいので父ももう打ち捨ててはおかれなくなった「大方野良犬でもはい込むのだろう」こうは言いながらもともかくもそれを実験するために父は一晩眠らずに張り晩していた。 それには8月だから都合がいい。残暑の折から鈴見が寺に起きていることにして矢打ちの者はいつものように寝かしつけておいて父一人が縁側の雨戸23枚を細めに開けて庭いっぱいの虫の声を聞きながら静かにうちわを使っていたまだその頃のことであるから床の間には 昔を忘れぬ大将がかけてある諏訪といえばそれを引っさげて踊り出すというわけであった今年はかなりに残暑の強い年であったが今夜は珍しく涼しい風が吹き渡って吹けるにつれて浴衣一枚ではちっと涼しすぎるほどに思われた月はないが空は鮮やかに晴れて 無数の星が金砂子のようにきらめいていた夜ももう十二時を過ぎた頃である庭のどこかでガサガサという音が低く響いたそれが夜風になびく草の外れでないと悟って父は雨戸の隙間から庭の方に目を配っているとその音は1か所でなく 二箇所にも三箇所にしももこえるらしい。獣だなと父は思ったやはり自分の想像していたとおり野良犬の類が忍び込んで何かの餌をわさるのであろうと想像されたしかしせっかくこうしてバンをしている以上その正体を見届けなければ何の役にも立たない そそうしてその正体を確かに説明して聞かせなければ女どもの不安の根を断つことはできないこう思って父はそっと雨戸を1枚焼けて草履を履いて庭に降りた縁の下には枯れ枝や竹切れが放り込んであるので父は手頃の枝を持ち出して静かに歩き始めた庭にはつ露がもう降りているらしく の「耳を澄ますとガサガサという音は庭先の空き地の方から低く響いてくるらしい」「前にも言うとおりここは四つ目がきを境にしてただ一面のやぶのようになっているので人の竹よりも高いすすきの葉に四つ湯の流れて落ちるのが暗い中にも光って見える」 父は四つ目書きのほとりまで忍んできて息を殺して伺う,うとあたかもその時そこらの草むらがざわざわと高く騒いでたちまちに「キャッ」という女の悲鳴が聞こえた女の声は少し意外であったので父もギョッとしたしかしもう猶予はない父は持っている枝を取り直して 四つがきを回って空き地へ出ると、草むらはまた激しくざわざわ揺れてそよいだすすきや雑草をかき分けて声のした方角へたどっていったがふだんでもめったに入ったことのない草原でしかも夜中のことであるから父にも確かに見当はつかない父は泳ぐような形で高い草の間をくぐっていくと に梅雨に滑ったのでもなく草のつるに足を取られたのでもないそこには思いもつかない穴があったのであるハっと思う間に父はその穴の中に転げ落ちてしまった落ちると穴の底ではまたもや という女の声が聞こえた。父が転げ落ちたところには人間が横たわっていたらしくその胸か腹の上に父の体が落ちたのでそれに押しつぶされかかった人間が思わず悲鳴を上げたのであるその人間が女であることはその声を聞いただけで容易に判断されたがいったいどうしてこんなところに穴が掘ってあったのかまた その中にどうして女が潜んでいたのか父には何にも分からなかったあなたは誰ですかと父は意外の出来事に驚かされながら聞いた女は答えなかった頭の上の草むらはまたもやざわざわと乱れてそよいだもしもし あななたはどうしてこんなとこんんとろにいるんですか。女が生きていることはその体の温かみや息遣いでも知られたがかの女は父の問いに対して何にも答えないのである父は続けて声をかけてみたが女は息を殺して沈黙を守っているらしかった何しろ暗くてはどうにもならない ここから矢打ちのものを呼んでもよく寝入っている女どもの耳に届きそうもないので父はともかくその穴をはい出して家から明かりを持ってこようと思った探ってみると穴の間口はさほどに広くもないが深さは一間半ほどに達しているらしくしかもほとんど切った手のように掘られてあるのでそこからはい上がることはすこぶる困難であったが父は 泥だらけになって、まず無事に這い出した。その時に草履を片足落としたが、それを拾うわけにもいかないので。父は片足に土を踏んで、元の縁先まで引っ返してきた。二。父に呼び起こされて、母や女中たちも出てきた。 早くろうそくをつけてこい。裸ろうそくに火をつけて女中が持ってきたのを心のせくままに父はすぐに持ち出したがその火は途中で夜風に奪われてしまった。父は舌打ちしてまた戻ってきた裸ろうそくではいけない。ちょうちんをつけてくれ。母は奥へ駆け込んでちょうちんを持ち出してきた。それにろうそくの火を入れて 父は父は再び現場へ引っ返したがさてその穴がどの辺であったか容易に分からなくなった一口に空き地といってもここだけでも400坪に余っていてそこら一面に高い草が茂っているさっきは暗闇を夢中で探り歩いたのであるからどこをどう歩いたのかわからない倒れている草を頼りにして そこ,かここかとちょうちんをふりてらしてみるとそこにもここにも草のふみたおされた跡があるのでいっこうにけんとうがつかない。と思ううちに父はまたもや足をふみはずして深いあなの中にころげおちたおちるとともにろうそくの火は消えてしまったので父はさっきのこんなんをくりかえさなければならないことになった。 ようやくはい上がったものの辺りが暗いので何が何やらよくわからない父はまたもや引っ返してろうそくの火を取りに行った「もう今夜はよして明日のことにしたらどうです?」と母は不安らしく言ったしかしかの穴には女が横たわっているそれをそのままにしてはおかれないので 父は強情に提灯を照らしていったがかの穴はどこらにあるのかついに見いだすことはできなかった暗闇で確かにわからなかったが父が最初に落ちた穴と二度目に落ちた穴とはどうも同一の場所ではないらしかった第二の穴には人間らしいものはもちろん横たわっていなかったのであるそれから考えると この草原には幾か所かの穴が掘られているらしいがそれが昔から掘られてあるのか近頃新しく掘られたのかまた何のために掘られたのか父にはちっとも分からなかったあの女はどうう。したろうそれが何分にも気にかかるので父は根よく探して歩いたがどうしてもそれらしいものを見いだせないばかりか。 よほど注意していたにもかかわらず父はさらに第三の穴に転げ落ちたのである提灯はまたもや消えた「畜生俺は狐にでも化かされているのじゃないかなまさかとは思いながらも再三の失敗に父は少し疑念を抱くようになったもう思い切って今夜はやめよう」 父は第三の穴をはい上がって家へ引っ返したススキの葉で足や手先を少し擦り切っただけで別に怪我というほどの怪我はしなかったが三度も落とし穴に落ちたのであるから髪の毛にまで泥を浴びていた父はすっぱだかになって井戸端で頭を洗い手足を洗ったまったく狐の仕業かもしれませんね。 父ももうこん負けがしてそのままおとなしく蚊帳の中に入ったしかも彼女のことがどうも気になるので夜の明けるまでおちおちとは眠られなかった夜は明けてもけさは一面の深いもやが降りていて父の探索を妨げるようにも見えたそれが晴れるのを待ちかねて 父は見ごしらえをして再び夕べの後を訪ねると草深い空き地の真ん中から少し西へ寄ったところに第一の穴を発見したそれが最初に転げ込んだ穴であることは片足の草履が落ちているのを見て証拠立てられたがそこに女の姿は見えなかったそれからそれへと探し回ると500坪ほどの空き地のうちに都合を 9か所の穴が掘られていることが分かったそのうちの2か所は遠い以前に掘られたものらしく穴の底から高い草が生え伸びていたがほかの7か所は近頃掘られたものでその周囲には新しい土が散乱していたしかもその穴を覆うために大きな草をたくさんに積み横たえてさながら 一種の落とし穴のように作られているのが父の注意を引いた父の後から不安らしくついてきた母が言った何者がこんなことをしたのかはもとよりわからないが一体何のためにこんなことをしたのかを父はまず知りたかった落とし穴の目的とすれば こんなところに穴を掘るのもおかしいたとえ草原同様の空き地であるとしてもここは私の家の私有地で他人がみだりに通行すべき往来ではないそこへ舞を忍び込んできて落とし穴を作るなどとは常識から考えてちょっと判断に苦しむことであるそれにしてもその落とし穴に落ちたらしい彼女は何者であろうか おそらく父が引っ返してちょうちんを持ってくる間にそこをはいだして姿を隠したのであろうがその当時23か所でガサガサという響きを聞いたのから考えると彼女の他にも何者かが忍んでいたのかもしれないあるいは近所の男と女がこの空き地を利用して密会していたのではあるまいか彼らは 何かに驚かされてあるいは父の足音に驚かされて慌てて逃げようとするはずみに女は誤ってかの穴に転げ落ちたのではあるまいかそれでまず女の解釈はつくとしてもかの落とし穴のようなものは何であろうかあるいは彼らがそこで密会することを知って何者かが。 いたずら半分にそんな落とし穴を作っておいたのであろうかこう解釈してしまえばそれは極めてありふれた事件で単に市場の笑い話にすぎないことになる父はそう解釈して笑ってしまいたかったがそれ以上に何かの秘密が潜んでいるのではないかという疑いがまだ容易に取り除けられなかったそればかりでなく ともかくも自分の所有地に入り込んでむやみに穴を掘ったりするものがあるのは困るいずれにしても今夜ももう一度張り番してその真相を確かめなければならないと父は思った父は管理その時代の言葉でいう官員さんであるのでそんな戦議にばかりかかりあってはいられない 今朝,も朝から出勤して夕方に帰ってきたが留守の間に別に変わったことはなかった今夜も矢打ちのものを寝かせてしまって父一人が縁側に座っているとゆうべろくろくに眠らなかったせいか12時ごろになると次第にうすら眠くなってきた今日も暑い日であったがふけるとさすがに涼しい夜風が 雨戸の隙間から忍び込んでくる。それに吹かれながら父は縁側の柱に寄りかかってついうとうとと眠くなったかと思うとまたたちまち眠りを覚まされた例の空き地の草むらの中で犬のけたたましく吠える声が聞こえるのであった続いて女の悲鳴がまた聞こえた雨戸を開けて、 父は庭先へ踊り出たゆうべの経験によって今夜はちょうちんを用意していったのである片手にはちょうちん片手には木の枝を持って四つ目がきを回ってかけていく間にも犬は狂うように吠えたけていたその声をしるべにして父は草むらをかき分けていくと犬はちょうちんの光を見て駆け寄ってきたその当時 英国の公使館が私の家の隣にあってその犬は何とかいう書記官の飼い犬である犬は毎日のように私の庭へも遊びに来て父の顔をよく知っているので今このちょうちんを持った人に対しては別にほえつこうともしなかったがそれでも父の前に来て司祭ありげに低くうなっていた父は犬に向かって 手真似で案内しろと言った。犬はその意を悟ったらしくまたもやしきりにそこらを駆け回っているので父もそのあとについて駆け歩いていると犬はとむらしげるすすきの下へ来て前足ですすきの根をかきながらまたしきりに吠えた急いで近寄ってちょうちんを差しつけるとそこにも一つの穴があってその穴から 一人の大男があたかもはい上がってきたよく見るとそれは公使館好きの騎兵で今は会計係か何かを務めているハドソンという男であった彼は手にピストルを持っていた「今夜は犬がひどく吠えます」とハドソンは明快な日本語で言った 私、見回りに参りました。こちらのやぶの中に人が隠れておりました。その人は穴を掘っております。私、取り押さえようとしますと、その人、逃げました。私、穴に落ちました。その人、男ですか、女ですかと、父は聞いた。暗いので、それ、わかりません。と、ハドソンは、 からだの二人は,たたはしばらく黙って梅雨の中に突っ立っていた犬はまだ低く,くうなっていたハドソンはおそらく泥棒であろうと言ったが泥棒がなぜいくつもの穴を掘るのかそれがときがたい謎であった明くる朝になって父は再び空き地を通さすると なるほど新しい穴がまた一つ増えていたハドソンの落ちたのは古い穴で彼はそんな穴がいくつも作られていることを知らないで一昨夜の父と同じような目にあったのである3何者が 何のためにここへ来て混よくいくつもの穴を掘るのか父はいよいよその判断に苦しめられたそこでハドソンと相談して今夜は2人が草むらの中に隠れていることにすると年の若い英国の騎兵はその探検に興味を持っているらしくいのうちから草むらに忍んでいて何かの合図には口笛を吹くと言った。 しか10時を過ぎる頃まで彼の口笛は聞こえなかった矢打ちの者のを寝かしたから父も身支度して空き地へ出張したが今夜は風のない夜で草の葉のそよぐ音さえも聞こえなかった2人は夜露に濡れながらいたずらに一夜を沸かしたやつらも警戒してうかつに出てこないのだろうと父は思った 1> 第1の夜には父に追われ、第2の夜には犬に追われ、彼らも自分たちの危険をおもんばかって、ここへ近寄ることを見合わせたのであろう。常識から考えても、そうありそうなことである。ハドソンは、そのあと3番も張り番を続けたが、ついに何の新発見もなかった。父は夜椎に打たれたために、少しく風邪をひいたので、 とは針盤を見合わせることになった。それでも毎朝一度ずつは空き地を見回って新しい穴が掘られているかどうかを調べていたが最初に発見された9か所と後の1か所とその以外には新しい穴は見いだされなかった彼らもこのいたずらまずそうらしく思われるを中止したらしかった。 それから半月余り無事に過ぎたその以来矢打ちの女たちを脅かすような怪しい響きも聞こえなくなってこの問題も自然に忘れられかかった時に父はふとあることを思いついたそれはあたかも日曜日の朝であったので父はすぐに近所の米屋を訪ねた米屋は 前に言ったような事情で私の家を昔の持ち主から譲り受けてさらにそれを私の父に売り渡したのであるそうして現在も私の家に米を入れているその米屋の主人に会って昔の持ち主のことを尋ねると主人はこう答えた「その説も申し上げましたがあなたのお屋敷には」 足立さんというお武家が住んでいらしったのでございますがそのお方は脱走して越後口で討ち死にをなすったということでございますその足立という人の家族はどうしたねと父はまた聞いたどうなすったかわかりませんでしたがひとつきほども前にその奥さんがふらりと訪ねておいでになりまして何でも 今では上総の方とかにおいでになったというお話でした。そして、私の家には誰が住んでいるとお聞きになりましたから。山師さんという方がお住まいになっていると申しましたら、そうかと言ってお帰りになりました。その奥さんは今どこにいるのだろう？やはり道区内で千葉の片門前にいるとかいうことでした。 どんな風をしていたね。さあ主人は気の毒そうに言ったひどくみすぼらしいというほどでもございませんでしたがあんまりご都合はよくないようなご様子でした奥さんはいくつぐらいだね瓦会の時はまだお若かったのですから35ぐらいにおなりでしょうか子供はないのですかね お嬢さんが一人それはカズのご親戚に預けてあるとかいうことでした片門前はどの辺かわからないかね先様でも隠しておいでのようでしたから私の方でも押し返しては伺いませんでしたそれだけのことを聞いて父は帰った父の想像によると庭の脇地へ忍んできて 一度は穴に落ち一度は犬に追われた女はこの安達の奥さんであるらしく思われたもちろん取りとめた証拠があるわけではないが庭の脇地に穴を掘るのは単にいたずらのためにするのではないおそらくは土を掘り返して何者かを探し出そうとするのであろう安達の家に 何かの伝説でもあるか、あるいは脱走の際に何かの貴重品でもうずめて立ち去ったか、2つに1つで、それを今日になってひそかに掘り出しに来るのではあるまいか、今日では土地の所有権が他人に移っているので、表向きに交渉するの面倒を避けて、ひそかに持ち出していこうとするのではあるまいか。穴を掘るのは、 心当たりの場所を掘ってみるのであろうそれが成功して幾度も取りに来るのかあるいは不成功のために幾度も探しに来るのかそれはわからないまた彼女のほかに幾人の味方があるかそれもわからないもし果たしてそうであるとすれば誠に気の毒である 自分は決して事故の所有権を主張して遺族らの発掘を拒んだりあるいはその掘り出し物の分け前をもらおうとしたりするような欲止を持たない正面からその事情を訴えて交渉してくれば自分は快くその発掘を承諾するつもりであるもしその住所が分かっていれば念のために聞き合わせるのであるが片門前とばかりでは少し困る 父は再びかの米屋へ行って足立の奥さんという人が重ねてきたならばその住所番地を聞き出しておいてくれと頼んだそれでも父はまだ気になってならなかった米屋の主人の話によるとかの奥さんはあまり都合がよくないらしいというしてみれば 埋めてある宝を一日も早く取り出したいと思っているに相違ない。片門前は二丁であるが、佐野み広い町ではない。顕別探して歩いても知れたものであると、父はその次の日曜日に思い切って探しに出た。広い町でないと言っても、一丁目から二丁目にかけて、顕別に探し回るのは容易でない。父は。 ほとんど小半日をついえしてついに安達という家を見いだしえないで帰ったあるいは他人の家に同居でもしているのではないかとも思われたこの上は米屋の通知を待つのほかはなかったが安達の奥さんは再び米屋の店にその姿を見せなかった私の庭の空き地へも 誰も忍んでくる様子はなかったそれからまた半月余りを過ぎて9月初めの新聞紙上に片門前の女殺しの記事が現れた森川権七という古道具屋の亭主がその女房の老いねを殺したというのである権七は31歳でお稲は年上の37であった 新聞の記事によるとお稲は旧幕臣の安達源五郎の妻で源五郎は越後へ脱走する時に中間の権七に友をさせて妻のお稲と娘のおむつを上総の親戚の方へ落としてやったが源五郎戦死の噂が聞こえて後お稲と権七の主従関係はいつか夫婦関係に変わってしまった。 そお稲は娘のおむつを置き去りにして若い男と一緒に数さえ駆け落ちしてそれからそれへと流れ渡った末に去年の春ごろから東京へ出てきて片門前に小さい古道具屋を始めたのである今七は子細の利く男で商売の上にも子孫子がなく どうにか一軒の店を持ち通すようになると彼は年上の女房がうるさくなってきたことにおねは旧主人を傘にきてとかくに亭主を尻に敷く形があるので権七はいよいよ気がさしてきた目と鼻の間には神明の山がある権七はそこの若い雇い女になじみができて 毎晩そこへ入り浸っているのでお稲の方でも嫉妬に耐えかねて夫婦喧嘩の絶え間はなかったその晩もいつもの夫婦喧嘩からいっぱい期限の権七は店に並べてある商売物の中から大工道具の長名を持ち出して女房の脳天を打ち割ったのでお稲は即死した権七もさすがに驚いて どこかへ姿を隠した足立の奥さんの消息はこれでわかった古道具屋の店は森川権七の名になっているので父が探し当てなかったのも無理はなかった23日の後に父が米屋の主人に会うと主人もこの新聞記事に驚いていた「権七という中間は私も知っています」 上州の生まれだとか聞きましたが、子作りの小粋な男でした。あれがご主人の奥さんと夫婦になって、おまけに奥さんをぶち殺すなんて、まったく人間のことは分かりませんね。と主人は探足していた。9月の末に、 大嵐があった。午後から強くなった雨と風とが宵からいよいよ激しくなって明け方まで荒れたことにここらは品川の海に近いので辰巳の風は一層強く吹き当てて私の家の屋根瓦も随分吹き落とされた庭の立ち木も吹き倒された塀も傾き柿も崩れた しかし東のラむ頃から雨も風もだんだん静まって明くる朝はうららかに晴れた日となったがどこの家にも相当の被害があったらしい父は自分の家の構えうちを見回って歩くと前に行った立ち木や塀の被害のほかに西側の高い崖が崩れ落ちているのを発見した幸いその下は空き地であったが もしも住宅に接近していたらば私の家は潰されたりそういなかった早速に出入りの職人を呼んで崩れ落ちた土を片付けさせると土の下から一人の男の死体が現れた男は崖崩れに押し潰されて生き埋めとなったのである彼は手にくわを持っていた 警察に訴えてその取り調べを受けると生き埋めになった男は女房殺しの森川権七と分かった権七はかの事件以来どこかに漱石をくらましていたのであるがどうしてここへ来てこんな最後を遂げたのか誰にも想像がつかなかったやっぱり私の想像が当たっていたらしい。 父は母にささやいた。空き地の草原へ穴を掘りに来た者はおそらく権七とお稲であったろう父が想像した通り彼らは何かの埋蔵物を掘り出すために幾度か忍んできたらしい権七は女房を殺してどこかに姿を隠していながらもやはりかの埋めたる者に未練があって の夜を幸いにまたもや忍び込んできて今度は崖の下を掘っていたらしいことは彼の手にしていた桑によって知られるしかも風雨は彼に幸いせずしてかえって崖の土を彼の上に押し落としたのであったこれらの状況から推察すると彼らはついに求むるものを掘り出しえなかったらしい それが金銀であるかその他の貴重品であるかもちろんわからない父は彼らに代わってそれを探してみようとも思わなかった明治10年今から振り返るとやがて50年の昔であるあの辺りの地形も全く変わって今では一面の人家続きとなった 七夫婦が求めていた掘り出し物も,のも結局この世に現れずに終わるらしい。